損切りしなければ威嚇できたのにか大連チャンし、血迷って損切りしなかった結果、一撃口座 20% 吹っ飛ばす大爆発に。覚悟を決めて指導損切りしたら、そこから大反発。この凄まじく惨めな奴に誹謗中傷の言葉を投げつけるチャンスが到来している。楽天証券の CEO 全決済ボタンを押して150万円の損切り。歴史的大暴落の恐ろしさ。全部売却現金か、 97% 後出しで、かっこ悪くてもこんな相場で運用することを想定していない。だからその時に購入した株は売却。今年は大きな損失を出した。冷静に自分の失態を認める潔さ、それが損切りで早いほど利益と同じ価値がある。歴史に残る大暴落だね。やば。3日で5000万円損切り。ユーロ円ポンド円の暴落とともに私の資産も大暴落。ここまで負けると本当にどうでもよくなる。5000万円あれば好きなもの買えたのにって後悔しちゃうな。激動の1週間が終わりましたね。5000万円を損切りしたのは今週の火曜日だったんですね。なんか遠い昔のことのように感じます。サンリオ強いピューロランドに現実逃避しに行きたい。終わった。さよなら。人生初の追い証を食らいました。吉井、日銀ショックの急落で怒涛の損切りで900万円、年間の利確額も480万円あったのに現状400万と大きくマイナス圏に。含み損がまだ800万円。正直生きた心地がしなかったけど、ようやく平常心に頑張ります。全部切った。過去一の損切り。いつかこういう日が来るって思ってたけど、こんなタイミングに来るとは思わなかったな。いつか勉強になったなって思えてたらいいけど。あ、お久しぶりです。笑い。今度こそニーサ勢が損切りしそうなクソ展開になっていて苦笑しているわ。新ニーサ損切り民、ガチで大量にいたのか。秘宝。8月7日に株安円高で資産が減ったインデックス投資家が慌てて売却してしまう。 S&P500226億円、オルカン78億円。1日弱でこれ急いで損切りした人退場した。ニーサ初心者どんな気持ちなんやろ。二度とやらないってなりそうよね。そもそもニーサとかは長期なんだから。新次郎損切りするから損になるのです。日銀利上げします。徹底的に。日経平均大暴落です。日経平均歴代最悪の下落幅です。新ニーサ組損切りしました。新ニーサ組ニーサは政府の陰謀。日銀市場が不安定な時は利上げしないよん。日経平均爆上げ爆上げ。日銀に殺される。終わった。損切りでマイナス5600万。1日の損切り額では人生で最大。もう完全にバチバチに食らってしまいました。最悪なはずなのにもはや楽しくなってきました。いやっほー。数年前に数千万入れた決算またぎに失敗して3日連続ストップ安食らった時よりさらにイヤッホーな気分です。